皆さん、こんにちは、ついに大学水筒デビューしたマピョンです。はい、あのですね、自分はこう大学、あと高校かな、高校もなんですけども、こう自分で飲むものは自分で買う、あのタイプだったんですよ。はい、自販機でこうジュースを買うっていう。母さんによくね、こう水分補給、なんか暑いから水筒持ってきなさいって言われるんですけど、俺はちょっとね、なんか変なプライドっていうか、水筒、学校に水筒を持ってくるっていうのはすごくちょっとあの恥ずかしいと思うタイプで、今まで断ってきたんですよ。はい、でね、ある日や、自分ちょっとお金がね、バイトしてるんですけど、お金がちょっと底をつきちゃって、学校、大学のこう学校ってね、こう、まあ、食堂もありますけど、やっぱコンビニのご飯とかよく買うじゃないですか、大学生とか、まあ、高校生もそうかなと思うんですけど、やっぱね、1ヶ月平日全部こう学校行くときは全部こうコンビニ弁当とかだと、やっぱ食費はね、バカになんないですよ。だから結構ね、お金が結構どんどん減っていくってなくなっていく感じで、ちょっとやばいなと思ってね、今までこうなんか水筒にしなさいって言われて嫌だっつってたんですけども、水筒にしました。はい、水筒ね、これ一応ザルモス、これ一応なんかザルモスっていうのかな、はい、ピント合わない、ピント、このザルモスって感じなんですけども、水筒なんですけども、中身はね、生茶です。はい、近くのスーパーでなぜかなんか135円でこう2リットルファミリーサイズのね、でっかいペットボトルの生茶がね、なぜか1本135円くらいで売ってて、母さんが大人がいてが6本7本8本ぐらい買って、でそれで毎回ね、こう学校行くときに水筒に生茶入れて飲むんですけどね。はい、なんか生茶ってね、俺貧乏ってお金がないから水筒にしたのに、水筒の中身が生茶っていう、だから貧乏なのか、ね、贅沢なのかちょっと分かんないっていう複雑な気持ちです。はい、今回は商品紹介です。はい、今回紹介するものはこちら、じゃじゃん、ペペロンチーノです。はい、498円ですね。はい、ペペロンチーノです。はい、まあサイズ的には結構多めですね。まあ一般ピーポー的には大盛りサイズって感じです。で495、税込みで498円で、保存料、合成着色料不使用、すごくね、体にいいですね。まあ、あんま麺類はちょっと、体にいいとは言えないですけどね。はい、でまあ普通にペペロンチーノで、赤唐辛子とかね、あとここに、ガーリックとか、これグリルチキンとかね、あとなんか葉っぱがあります。はい、結構でかいです。はい、マジこう、なんだろうな、こうやって持って、これを離すとこんぐらいカメハメハ打つの、結構こうでかめのカメハメハ打つ感じかな。そんぐらいの大きさです。はい、で結構ね、大きめのカメハメハって感じです。スパゲッティじゃなくてスパゲッティですからね。はい、皆さんこうよくスパゲッティ食おうぜって言うけど、俺もスパゲッティじゃないからね、スパゲッティだからみたいな、まあ、そういう指摘はしませんけど、もちろん面倒くさいと思われちゃうんで。はい、ではペペロンチーノってそもそも なんでペペロンチーノって言うんだろう。はい、ペペロンチーノちょっと調べてみよう。はい、調べるためのマピオンチャンネル。うえい、あ、なるほどね、これすごいな。へえ、これね、ペペロンチーノ由来って調べたんですよ。そうするとこれペペロンチーノって名前は、これ一応ちゃんとした名前なんですけど、ほんの名前のね、一部なんですよ。これの名前の一部なんです。はい、ちゃんと本名があって、アーリオオレオペペロンチーノっていうらしいです。はい、すごくないですか、これペペロンチーノって書いてあるけど、本名は、これはほんの名前の一部でね、ペペロンチーノは本当はアーリオオレオペペロンチーノっていうらしいですね。はい、で発祥地がね、イタリアで、イタリア語でアーリオっていうのは、最初のアーリオはニンニクっていう意味らしいです。で、オリオは油、まあ、特にオリーブオイルらしいですね。で、最後のペペロンチーノは唐辛子を意味する。唐辛子ですよ、これ。で、ペペロンチーノ、これ、ペペロンチーノって名前が、ここにほんのちょっとだけある赤唐辛子なんですよ。これ自体がペペロンチーノ。はい、だからこれらは全部ね、ペペロンチーノじゃないっていう。もう唐辛子、ここだけがペペロンチーノみたいなね。もう全然もう、なんか気づかないレベル。赤唐辛子っていう、すごくもう、おまけみたいな、ポジションのやつが実はこうペペロンチーノっていう、ただのパスタですよ。パスタじゃスパゲッティですよ。なのにこうね、普通のなんかイタリア人みたいな、本当に人の名前した感じになってるっていう、素晴らしい。でしかもこう名前っていうか、こう目線を変えればアーリオペペロンチーノなんで、アーリオはニンニクとオリーブオイルと唐辛子、それだけを乗せればもうそれがペペロンチーノなんですよ。はい、あ、ペペロンチーノです。何これ、ニンニクとなんか唐辛子とちょっとなんか油がちょっと敷いてあるだけじゃんっつって、あ、これがペペロンチーノです。
そう言えるわけですよ。はい、やろうと思えばね。まあクレームまたなしなんですけど。はい、そんな感じでとりあえず温めていきましょう。はい、このペペロンチーノ、ローソンのペペロンチーノは1500ワットで1分で、500ワットで3分らしいです。はい、ではちょっと3分温めてみましょう。できました、ペペロンチーノ。こうやってやると傾いちゃうな。ちょっと別のアングルにしよう。いきます、オープンザペペロンチーノ。はい、こんな感じですね。うん、グリルチキンとか麺が油でいい感じに手がってます。はい、美味しそうですね。これからね、このペペロンチーノ食べるわけなんですけども、皆さんはね、こうパスタとかスパゲッティとか食べるとき、スパゲッティを食べるときはね、フォーク派ですか箸派ですか。俺はですね、こうどっちでもいいんですね。俺こう両方使いです。ただこうがっつり食べたいという、食べてる感じが欲しいと思ったときはこう箸使ってます。はい、結構ね、中学高校の時はフォークでのね箸使ってました。はい、ただね、こう なぜか分かんないですけど、普通にこう大学生になってから、あのフォークでねスパゲッティ頼む、あの買うと箸じゃなくてフォークで出されるんですよ、袋にね。うん、まあ別にこのフォークでも食べれるんですけど、まあ、あの普通にこうフォークでその時食べるんですけども、まあそれが結構続いてね、まあ今ではこう普通にフォークでも食べてるんですけど、俺はこう両刀使いです。はい、うん、では早速、あ、どっちでいこうかな。とりあえずまあスタンダードなフォークでいきましょう。これね、結構ね、こうパスタの中でもいろいろこうメンタとかね、あるんですよ。メンタ、カルボナーラ、なんだろう、馬からなんか変なトマトソースとか、そういういろんなこうパスタのね、こうローソンであるんですけども、俺多分ね、これが一番好きかな。うん、マジで。あの、メンタとかね、こう、あの、麺に味付けしてるんで、こう、メンタとかね、あとカルボナーラもこう、チーズとかありますけど、これはペペロンチーノね、油なんで、オリーブオイル。だから結構ね、こう、麺の素材そのまま楽しめるんですよ、唯一。このパスタの中でね。それでは、カルボナーラ、いただきます。結構大盛りだからね、がっつりいけるんですよ、これ。はい、こんな感じです。うん、メルシー、うまい。カルボナーラほんとうまい。うん、カルボナーラじゃねえ、ペペロンチーノだ。やべ、全然違うね。なんかちょっとなんかカタカナってだけですぐ間違える、ちょっとよくないね。なんだろうね、待って、やべ、しゃっくりタイム来た。うあれあれですよ、パスタ。あれあれ、まさか撮影中にしゃっくりが起きるとは。こういうね、変な感じで飲み込むとしゃっくりが発動すると、やばい。こんな時に水筒、あの鼻つまんで水飲むとしゃっくりが治るんですよ。よし、治った。はい、これなんか全然しゃっくり直す方法って動画じゃない、商品紹介のね、ペペロンチーノ。で、まあ味はね、ペペロンチーノの味は本当にこう麺にオリーブオイルがついてる感じ。うん、だからすごくね、自然な感じ。うん、メンタとかそういう濃いわけじゃないんですよ。ただ油でこう麺のなんか味を引き立たせてって感じです。はい、麺そのままの、麺素材のままの味が楽しめます。はい、俺結構好きです、そういう。うん、でね、こうガーリックもあるんで、こうやって近くで皿でこうやってやるとガーリックの匂いもね、こうやって同時に味わえるっていう、うん、すごくベリーグッドですね。グリルチキンいってみましょう。これグリルチキンもね、結構こうでかいボリュームもあるんで、あのグリルチキンだけでもだいぶこうね嬉しいですね。はい、美味しいっていう。うん、グリルチキンは結構硬いです。はい、もともとそういう硬い風に作られてるのかどうかわかんないですけど、まあでも硬い分ね、結構味もあって、あの美味しいなって感じです。はい、特にこう味付けとかもされてなく、普通に鶏肉そのままですね。ちょっと硬い鶏肉って感じです。はい、でですね、実は自分こう今冷静にこう商品紹介してるっぽいんですが、ちょっと今しゃっくりで焦ったんですけども、実はね、この後結構用事があって、あのすぐね、その行かなきゃいけないんですよ。はい、だから結構冷静に装ってるけど、実はあの今結構巻いてる感じです。はい、だからね、これ大盛りなんで、これこんぐらいのサイズなんでね、皿が、うん、で量もちゃんとね、しっかりその皿の分あるんで、ちょっと測ってみたいと思います。もうちょっと食べちゃいましたけど、少しね、まあ2、3口程度なんですけども、今ちょっと測って、俺がこうめっちゃ早く食うっていうか、もうマッハでマックスピードで食ったらどれぐらいかかるかっていう、うん、感じです。はい、なんか今タイムウォッチ開こうとしたら、なんか間違えて電卓開いちゃった。どこだ、じゃあ起動しました。
はい、でこれから食べてね、今すぐがっつり早く食べてどれぐらいになるかって感じです。はい、別にそういう動画じゃないんですけどね、普通に消費紹介ですけど、まあ大体こう味わかったんで、あとでちゃんとこうリポートします。はい、それでは、スタート。あれスタートえスタート、はい、それではスタート。はい、始まりました。はい、あとでこう食べ終わったら見せます。はい、よし、ちょっとがっつり行くんで、はい、皆さんもちょっとね、あの飯テロって感じですね。はい、残念ながら、まあ夜中には、俺のこのペペロンチーノ商品紹介見ない方がいいです。はい、うまっ、マジ麺うまい、本当に。これやっぱペペロンチーノナンバーワンだ。はい、本物の真のペペロンチーノ。うん、特に味はない。ごちそうさまでした。はい、無事完食しました。はい、まあ見えけどもちょっとガーリック残ってますけど、まあこれからちょっと用事があるんでね、ちょっとそこは勘弁してください。でも麺はちゃんと食べたんで。はい、でですね、タイムの方はじゃじゃん、3分31秒19ですね。はい、まあね、結構まあちょっとなんか遅めかなって感じでした、自分の予想としては。はい、まあね、これ本当に大盛りなんで、ちょっと今汗出てきた、ちょっと頑張りすぎた。ちょっとすごく美味しい。はい、まあ、マピオンポイント、マピオンポイント、すみません、今日グダグダだな。ローソンのペペロンチーノのマピオンポイントは、これはですね、90。はい、90です。本当にね、これは美味しい、マジで。本当に持ってるわけじゃないですよ、持ってるわけじゃなくて自分のこのお気に入りです。はい、フェイバリット、マジで。パスタの中でもね、いろいろこう、さっきも説明しましたけど、ローソンのパスタにはいろいろミートソースとかね、こう牛肉のボロネーゼとかカルボナーラとかいろいろ種類あるんですよ、私5つ6つぐらい。でもその中でベストなのはおそらく俺ペペロンチーノです。はい、今食ったからじゃなくて、普通に俺結構こうバイトのね、日こう休憩の時間とか、これペペロンチーノとかね、そういう大盛りのパスタ食ってエネルギー補給するんですよ。結構大盛りなんでね、500円です、500円、ワンコインでこう結構こんな大盛り食えるんで、その味付け思いっきりこうきつい濃いなんか調味料とかそういうのをぶっかけて、こう麺の味台無しにするようなことじゃなくて、普通にオリーブオイル、麺にオリーブオイルかけただけだから、麺の味がすごく美味しくて、グリルチキンはねちょっと硬いんですけども、皮もあるんでね、皮すごく柔らかいです。はい、しかもまあガーリックも味がすごく、味っていうかまあ結構パワーが強いって、押しが強くて、がっつりいけたって感じですね。はい、なので文句ないかな、今んとこは。そうですね、今んとこグリルチキンがちょっと硬かったってだけかな。まあもうちょっと柔らかい方が俺好きかなって個人的な意見ですけどね。はい、そんな感じで今回ね、商品紹介のペペロンチーノでした、ローソンね。はい、なのでこれがっつり食いたい人とか、ね、500円でまあ普通の弁当よりはね、おそらく量はあるんじゃないかなと思うんで、がっつり食べたい人におすすめです。はい、なおかつこう味が濃いのが好きって人は多分麺だとか、ね、カルボナーラとかおすすめしますけど、なんか普通にこうこれ美味しいんで、ペペロンチーノ。はい、だから別にそういうのじゃないと思った人はぜひペペロンチーノ買って食べてみてください。それでは今回は以上、商品紹介のペペロンチーノでした。はい、もう全部食べちゃいましたけど、じゃあ